どうもこんにちは、門限チャンネルのトゥーモです。僕の個人企画のおすすめのラーメン屋第8弾ということで、今回は名古屋駅新幹線口から徒歩5分のところにあるシシマルというお店です。僕が頼んだのはこの白湯ラーメンです。麺は北海道産小麦自家製麺をブレンドして、塩はミネラルたっぷりの沖縄天然塩を使っております。スープは国産豚骨と国産鶏ガラと国産野菜の濃厚スープで、圧力寸胴鍋を使用し、高火力で抽出したクリーミーなスープとなっていて、豚骨と鶏ガラの旨味と野菜の甘みをバランスよく炊き上げています。皆さんもぜひ行ってみてください。今回の動画は以上となります。チャンネル登録と高評価をお願いします。